アクションカメラに外部マイクつけてみたくないですか？皆さんこんにちは、商用キネマです。今日は私が持っている DJI のアクション2っていう、まあ、アクションカメラ、小さいタイプのアクションカメラを持ってるんですけども、まあ、こうやって自撮りをするときなんかはもうめちゃめちゃ軽いですし、こうやって街中をフォトウォークなんかしてるときなんかはすごく便利なんですけども、まあ、何分こうマイクが小さいですね。別に音取れるんですけども、まあ、せっかくだったらもう少しいい音で撮りたいなっていうふうに思ってます。なので今日はこの DJI のアクション2に外部マイク、このホーリーランドのラーク M1 っていうワイヤレスマイクなんですけども、こちらの方をつけて外部マイクを使ってこちらに音を入力していくっていう方法をご紹介したいと思います。はい、それではまずこのラーク M1 ですけれども、受信機とあと送信機がこう2つついているワイヤレスの、マイクになるんですね。こういったワイヤレスのマイクになります。こちらをDJI のアクション2の方に接続をしていきたいんですけれども、まあ何分イヤホンジャックみたいなものこれないんですね。これイヤホンジャックがこうどこにもなくてですね、どうやってやればいいんだ、こうかイヤホンジャックみたいなものがどこにも見当たらないんですね。で、入力できるであろう端子はここに1個 USB の、Type C が、ついている。まあこれを使ってやるしかないかなというふうに思っております。で、このラーク M1 に付属しているケーブルっていうのはこういったケーブルなんですね。まあ、こういった三極のケーブルですね。三極のケーブル、カメラとマイクを接続するための三極のケーブルが一つと、であとこういった三極四極、つまりマイクとスマートフォンを接続するための三極四極のケーブル、これしか、この2つしかついてないので、これをどうにかこの USB の Type C に変換をする必要があるんですね。で、ちょっといろいろとインターネットで調べたら、どなたかがこのケーブルがいいよっていうことで紹介をされていました。これ買いました。ちょっと宇宙人の顔がここにプリントされている、これがなんか相性がいいよっていうのを見ましたので、はい、こちらの、ケーブルでやっていきたいと思います。まあこれが皆さんもいいんじゃないかなと思います。色だからその方が言われているのは USB と4極のこのメスジャックだからといって必ずしも認識するわけじゃないみたいですと、相性があるみたいですってことを言われてたので、まあ、失敗しないためにはこの宇宙人ですね、宇宙人のアイコンの、宇宙人のマークのこのケーブルが一番いいんじゃないかなというふうに思います。で、まず USB の C ですね、 C のところにこちらを差し込んで、で使うのはこっちの、三極四極です。三極四極のイヤホンジャックですね。ここに筋が、よいしょ、筋がね、黒筋が3つ入ってるタイプですね。黒筋が3つ入ってるタイプのものをこの USB から出てきた方に接続をします。よいしょ。で、こちらの三極、筋が2本入ってる方をこのラーク M1 の受信機の方に接続をします。こういう仕様ですね。こういう仕様です。はい、こういう仕様で、接続をしてあげるといいかなと思います。で、こうペロンペロンってなってますけども、まあ重たいものじゃないので、私はこのコードのところにこうやってクリップでこういうふうに、つけてあげると、まあこれで十分かなというふうに思います。で、あとは送信機ですね。送信機は。ちょっと今日風があるのでマフをつけてここにつけます。で、電源を入れますと、はい、今、ここで見てもらうと、私がこう喋ると同時にこの、わかりますか、マイクのアイコンがバッテリーのアイコンの横のところに表示されて、で、これが今触れている状態になっております。この状態だと音がちゃんとこのマイクを通して、外部マイクを通して、
この DJI の、アクション2の方に入力されているということになります。いいですね。で、今ちょっとかなり赤くなっちゃってるので、赤くなっちゃってますね。ちょっと出力が強いかなというふうに思いますので、こちらの方ちょっと調整していきたいと思います。調整するときはここに設定のアイコンが画面の右側にあるので、これを押してもらうと、上にタブでマイクのタブが出てくるんですね。マイクのタブが出てくるので、マイクの方を選んであげて、このゲインをちょっと下げてあげる。どのぐらいがベストなのかな。とりあえず0だと多分認識しないよな。あ、0でも触れます。0でも触れるので、ちょっとこれで音のちょっと検証実験をね、してみたいなというふうに、実際にここのアクション2の方で録画しながら音も一緒に撮っていきたいと思います。じゃあいきます。はい、では今、DJI のアクション2を手持ちで持ちながら、ちょっと今公園まで来てますので、公園の中少し歩いております。音声はラーク M1 のワイヤレスマイクの音声を USB-C のケーブルを経由して入力をしているという状態です。音質どうですかね。実際にその外部マイクを使った方が音がいいのかというのもちょっと検証したいので、ちょっとこの後外部マイクをちょっと外して、実際のこの DJI のアクション2の内蔵マイクの方の音声も収録していきたいなと思います。はい、今外部マイクの方を外しました。 DJI の、アクション2の内蔵マイクの方で今収録をしております。音の質はいかがでしょうか。実際の外部マイクを使った時と DJI のアクション2の内蔵マイクを使った時の音の違いを検証しております。いかがでしょうか。この公園なかなかいいですね。人があまりいないので YouTube 撮影するには最適ですね。東屋の も一応あります。さっきちょっと雨が降ってきたんですけども、多少の雨だったらあのぐらいの東屋で十分あの撮影できますので、人がまずいるとなかなか躊躇してしまって撮影しにくいですけど、ここ幸田町にあります彦座公園っていう、公園になるんですけども、あの人が少なくて撮影には最適な公園です。はい、今、DJI の内蔵マイクで音声は収録をしております。はい、ただいまマイクのテスト中です。DJI アクション2にホーリーランドのラーク M1 の外部マイクを USB-C の方に音を入れながら撮影をしております。音の大きさどうでしょうか。今ゲインは0でやってるので、これで音が取れてますかね。ちょっとゲイン一応念のため上げてみたいと思います。はい、念のためプラス1でもやっております。ゲインプラス1になっております。0、音取れてるとは思うんですけど、一応あのプラス1も試しにやっておりますので、音の具合はどうでしょうか。ゲインプラス1、音のこの振れ幅、デシベルの振れ幅は今いい感じです。声が大きいなっていうところでポッと赤くなって、で、それ以外の中間の部分ですかね、こう音がこうちゃんと振れてるような印象があるので、プラス1、見た目にはちょうどいいかなというふうに思っております。はい、ただいまマイクのテスト中です。今 DJI のアクション2に、外部マイク、ラーク M1、ホーリーランドのラーク M1 のワイヤレスマイクの音声を入力をして、収録をしております。ゲイン調整、先ほどは0でしたけども、今プラス5でやっております。音の大きさいかがでしょうか。声割れとかしてないでしょうか。はい、ただいまマイクのテスト中です。今ゲインをプラス10ですね、プラス10にして、撮影をしております。結構このマイクの振れ幅はもう赤くなっちゃってるので、普通見れば音割れしてるのかなっていうふうに思うんですけども、実際の音はどうでしょうか。今、プラス10でやっております。は
はい、ただいまマイクのテスト中です。プラス15、原因は今プラス15です。もう結構マイクの方は真っ赤かになってるので、もしかするともう音は聞き取れない状態になっちゃってるのかもしれませんけれども、プラス15でやっております。まあ一応20まで行ってみましょう。はい、ただいまマイクのテスト中です。マイクのレベルは原因プラス20です。もうマックスです。これが基本喋れば音は一気にもう真っ赤かになるので、多分音割れしてるんじゃないかなというふうに思います。はい、今原因がプラス20になっております。はい、それでは家の方に戻ってきまして、DJI のアクション2にホーリーランドの、ラーク M1 を接続して収録した音の方を確認をしました。で、確認をした感じなんですけども、まずこちらの外部マイクと内蔵マイクの差ですけども、まあ若干そうですね、確かに外部マイクを使用した音は綺麗だなという印象はあるんですけども、このアクションカメラがもともと持ってる内蔵マイクがそこまで質が悪いかっていうと、そんなことはないかなっていうふうに思います。なのでマイクとの距離っていうのがやっぱり大きいかなと思います。いったワイヤレスマイクですと、こうやって首元にね、こうやってつけて収録ができますので、口とマイクの距離がめちゃめちゃ近い、これは、良質な音が取れるっていうのはもう、分かりきってることですので、でこちらのアクションカメラだと、まあ、少しこういうふうに撮影するので、まあ、その距離が少しある分だけ音が若干減衰するのかなっていうのはあるものの、まあ、そこまで気になる音質の悪さではなかったかなというふうに思います。じゃあこれがどういう時に音量を発揮するのかっていうと、例えばこちらのカメラをちょっとどっか遠くの方にこうやってこういう形で置いて、離れた状態で撮影しなきゃいけないようなね、こうやって離れた位置で撮影しなきゃいけないような場合っていうのは、やっぱりこういった外部マイクっていうのをこう首元につけておいて、この距離で収録してあげた方が断然綺麗な音で収録できるんじゃないかなというふうに思います。であとデシベルの検証をしたんですけども、まあ、そもそもデシベルっていうのは0デシベルが別に音がないっていうわけではないので、まあ、そういったことで考えると、この距離で話をするのであれば、特に原因をプラスにする必要なくって、プラスマイナス0で、収録をしてあげればいいんじゃないかなというふうに思います。例えば、まあ、これの内蔵マイクを使って少し離れた位置 でこういった外部マイクがない場合ですね、そういう場合は少し原因の方のプラスマイナス、プラスの方に振ってあげて、音なんかを収録しやすくしてあげるっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思います。なのでこの原因の検査でいくと、まあ、0デシベルはめちゃめちゃ音綺麗ですね。でプラス1でも当然音綺麗です。でプラス5デシベルすると、もうこの距離だと若干音割れがし始めるので、なのでまあ基本的には0デシベルプラマイ0で収録、この距離だったらしてあげるということになります。あとはこのマイクとの距離に応じて少し原因を調節してあげるっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。こういう場面とか使えそうですね。これマイクが2つあるので、マイクがこうやって2つあるので、まあ一方は自分がつけている、一方はこうやって自分がつけていて、もう一方はもう一人の演者さんにつけてもらうと。そうすれば当然このカメラとの距離っていうのは、この出演者1と出演者2はカメラの距離が違ってくるので、その時にやっぱり音声っていうのが同じレベルで入ってくるっていうのは、すごく編集もしやすいんじゃないかなというふうに思いますので、まあこれの使い道っていうのは、まあ当然近くで音が収録できるっていうのが一つと、演者が2人いる時に、でこちらのアクションカメラで Vlog みたいのを撮らなきゃいけないよっていう時には、それぞれにワイヤレスマイクを装着をして、で同じレベルの音を収録してあげるっていうのが、
有効的な使い方なんじゃないかなというふうに思いました。はい、はい、いかがだったでしょうか。はい、この動画が役に立ったよっていう人はぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方をお願いしたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。